お掃除しようかな。お掃除。よいしょ。ちょっとお掃除の前にこのステップをつけようかな。多分ね、ここら辺とかも好きなんだよね、おそらく。あ、なんか興味示してる。ほら、新しいステップ。ステップ、ステップ。めっちゃ見てる。すごい興味津々。ほら、これ。好きでしょ？あ、おいで。ちゃんと持つから。わー、乗ってきた。乗ってきました。うわー、かわいい。好奇心旺盛だね、あなたはね。すごいね。これ好きなの。名前はなんですけど、カプチーノのチノにしました。チノちゃん。すごい、自分からこんなに来るんだ。利口ちゃんだね。怖くないの？もうお散歩したいの、もしかして。ね、チノちゃん。チノちゃん、すごいね。乗ってきました。はい。私がステップになる。はい。うわあ。しかもほら見て、カイカイももうやらしてくれるっていう。カイカイなんかついてる、ここに。ここについてるなんか。あ、うんちか。おいで、おいで、ちのちゃん、ちのちゃん、あー来た、カイカイしてあげるじゃん。カイ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 、おー、かいい。こんなすぐ触らせてくれるんですね。あ、こっちもかいいね。めっちゃかいいですね。うっとり。すごいかわいい。なにこれ、かわいいね、ちのちゃん。犬ちゃん、お手手がね、なんかウィーってなっちゃって、かわいいね。どこまでが気持ちいいんですかね。なんか顎の下をこうやってカイカイされるのが大好きみたいです。もうなんか外に出たいって感じですかね、すでに。見て、何？なんか性格的には猫っぽいのかな。まだね、よくわからないですけど。意外となんか触られるのは好きっぽいですね。特にこの、お、びっくりしたね。粘土とかね、かわいいな。まあ今夜なんで、ちのさんにとってはいい時間、ゴールデンタイム。背中とかは好きなのかな。あー、耳、頭撫でると耳がペタってなりました。お尻の毛はちょっと、あ、甘噛みしてきた。あー、何？よくわからないことで驚くのはモルモットと一緒だね。はい、来ました。はい、やだ、怖い？怖いですか？ん？はいはい、怖い、ちょっと怖いね。はい、カイカイ、カイカイはもういい？カイカイはもうずっとされたいのかね。ここら辺、ここら辺はどうだ？微妙。頭はなんかそんなって感じかな。うちに来てまだ1週間経ってないですけど、こうやって自分から出てきてくれます。かわいいね。あ、何？出たいの？お散歩？お散歩はちょっとやめとこうよね。お散歩したいの？マジか。わーお、自分から来た。はい、自分から膝の上に来てくれました。すごいね。あーとりあえずこのステップには信頼があるみたいですね、ちのさんには。ちのちゃん、ほら、ご飯。
ご飯いらないって。あ、来た。うわ、来た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 、かわいい。またかいかいですか。お、かい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 ねえ。あ、じゃあ両手でかいかいしてあげましょう。よかったね、両手かいかいだ。よかったね、嬉しいね、気持ちいいね。どこがいいかな。首は嫌なんだね。いつでもかいかいしますよ。あ、来た。はいはい、かいかい。かいかいは、かいかいじゃないね、これ。散歩したいね、きっとだいぶ散歩したいね。あー、ダメだよ、危ないよ。はい、じゃあかい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 かわいい。なんだこの顔、かわいいな。ダブルかい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 。あ、お風呂、お風呂に入ってる。あー、回ってます。ここにね、お風呂があるんですよ。お風呂してきた、ひとっぷら浴びたの。うん、膝の上乗ってきた。膝の上、え、こんなに乗ってくるの、こんなに乗ってくるんですね。なんか好奇心がすごいのかも。ダメだよ、ゆかは。ちーの、ちーの、あ、かじってる、かじかじしてんな。かいかいはね、最高みたいですね。はい、びっくりしたで、これを、これを設置したいな。これ好きなの、きたこれが好きなの。うん、かわいいね、てやねい。だ、すごいね、すごいすごい。あ、でこれなんですけど、これはね、あのラットがここのお家にいたんで、ラットの残置物ですね。これはラットの家に戻します。でもね、あそこに、あそこのカゴにね、よく乗ってるんだよね、かわいいことに。でここには、左側にはペットシートを敷いてます。でうんちはこんくらい無臭ですね。もう一回嗅いでみよう。いや、本当にね、無臭です。いや、でもこの子はすごいやんちゃな感じがする。まあ、他にチンチラを飼ってないんで何とも言えないんですけど、やんちゃかもしれないなって、本当毎日毎日少しずつ接していってるんですけど、どん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 大胆になってきて、めちゃくちゃ可愛いですね。ひのちゃん、怖くないの？お掃除してんだよ、今お掃除。よく怖くないね。あら、怖かったね。でここの飛び箱ハウスが気に入ってるみたいで、なんか全体的に高いところが好きみたいですね、チンチラさんは。また可愛いね、可愛いね、ひのちゃん、ひのちゃん、かわいいね、ちのちゃん。慣れてきたら部屋んぽしようね。チンチラさんはアンデスの高いところにいまして、ご飯とかお水とかもあんまりない場所に。すなららら、ら、来るの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 、おいで。さすがに来ない？あ、来た。マジ？かわいい、乗ってきた自分からなんかもう膝の上に乗ってこれるようになりましたすごいな、遊びたいんだね。ちょっと待ってね。アンデスの高いところに住んでて、餌も少なく水も少ない場所に住んでるみたいで、あんまり水も食べ物もそこまで必要としてないらしくて、なんで水は本当効率よく吸収できるように体が作られているみたいで、出るおしっこは凝縮されているそうで、かなり臭いらしいんですよ。手とかをケージに入れると自分からね、来てくれるんですよね。はい、おいで、来ていいよ。
かわいい。そんな今噛んだ、今噛んだね。ちょっとちのちゃん、はい、ちのちゃんうんちしていきました。今甘噛みしてくれました。優しい子だな。チコは結構臭いみたいで、これ匂いするのか本当かな。あ、ちょっと匂いする。本当に匂いする。でもね、そんな臭いって感じしないですね。トイレはヒノキ屋を使ってたんですけど、結構ね木がすごい好きみたいで、ヒノキ屋を食べてしまうので、こちらは撤去しました。あんまり良くないかなと思ったん でトイレはね、参考書によると覚える子もいれば覚えない子もいるらしいです。はい、どうぞ。ちのちのおいで。はい、手乗り手乗りチンチラ。それカメラ、ここら辺も好きなんだね。来た来たな、来たね。ほらほらやっちゃう。はい、食べましょう。やばい、もうこの動画を撮り始めてっていうか、ちのちゃんと遊び始めてそろそろ30分です。ステップを増やそうと思ったんですけど、膝にね遊びに来てくれるっていう嬉しいトラブルが。結構やんちゃじゃないですか。うわっ、やめてよかじっちゃん。もしかしてカイカイして欲しくてやってるの。めちゃめちゃ触らせてくれるんだけど、そういうもんなのかな。チンチラはね初めてなんで、こんなに触れるんだ。自分で膝の上に来てくれる。こんなに来てくれるの、マジ。これは可愛いわ。寿命もねすごい長いみたいなんで嬉しいですね。あ、床はまだダメ。ん、なんか言った、なんか泣いた。もうもうって言った。ミュミュって。何ミュミュって。ちょっと本見てくる。ミュミュって泣いた。嫌だったのか嬉しかったのか。ミュミュミュ、嫌なのかな、これもしかして。床はまだダメ。すごいね、元気だねあなたね。かわいすぎる。なに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 、もうカメラから出ちゃってる。ちょ、ミュウミュウってなんだろうな。ミュウミュウ、へえ、なんかここに鳴き声みたいなの書いてあるんですけど、呼びかけがキュウミミャ、おねだりがキュウミャ。でももしかしたらおねだりとか今のは呼びかけの声だったの。かわいい。これ絶対外出たいじゃん。ララ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。